はい、さい、今回は読谷村に来ています。で、今いる場所なんですが、まあね、日光有村ホテルがあるね近くなんですが、こちらから、まあ、ニライビーチの様子がね見れるので、もう超絶景なんですよこの場所。まあ、僕の動画前々からよく見てくれてる方ならご存知だと思いますが、ね、高台からのねこの景色が最高なんですよね。あ、ウェディングフォト撮ってますね。ドレス着てます。あ、それで、ね、あっちこっちの海岸最近行ってね軽石状況を報告してるんですが、どうやらニライビーチもね少し、軽石が漂着しているようです。でもね、半分、奥半分はね、白い砂浜、綺麗な砂浜、広がっているので、ここの手前側ですね、手前側だけの方向に軽石が溜まっているようです、ね。リゾートビーチなんでね、綺麗なまんまで良かったですよね、本当に。で、前回というか、これ、2、3週間前ぐらいにね、来た覚えがあるので、まあね、ぶっちゃけ最近っちゃ最近なんですが、あの時はまだ軽石一つもなく、ここまでねソテツの実もオレンジ色に熟してなかったと思うんですが、やっぱね 2、3週間経つと景色も変わり、それでも綺麗というね景色は変わらないですね。何が言いたいんだろう。本当絶景ですよね。ただやっぱり残念なのがこのね灰色く見えている砂浜の色と違う、このグレーのね帯状になっているのが軽石です。で、今回ねニライビーチ、まあ降りないんですよ。ちょっと前にね映したからまあいいやって感じなんですが、で今回一応目指しているのは、ここ来るとね鋭い方はリンドーバル貝塚ビーチ行くんだってね思っちゃうかもしれないんですが、それもね今回行かずに、ミーグスク、復元されたねミーグスクがあるのでそちらに行くんですが、まあ、ちなみにこちらから行くとリンドーバルビーチがあります。もう秋だね、秋だねって言ったら12月はもうあれか、ほらインドーバル貝塚、こっちから降りたらなんか貝塚の跡地でもあるんでしょうね本来は。12月といえばね冬だと思うんですが、まああいにく今日曇っちゃってる沖縄なんですが、まあそれでもね明るい雲なんで、ところどころにね青空も見えてたりするので、まだかろうじて青い海もちょこっと見えてるのかな。ただやっぱこのねススキを見ちゃうと秋だなーってね印象になっちゃいますね。で、まあせっかくなんでリンドーバル貝塚ね、こちらから写す、お、絵描いてますね。絵描いてるんじゃなくて撮影してるのかな、おそらく。わあ、これもまた絶景ですね。これ何か絵画をスマホで撮影してる方がいますね。まあね海とか空の絵があるんですが、で目の前には海が広がってるのに、せっかくのね海を映さず絵画を映すなんて、なんてもったいないことをしてるんでしょうかっていう不思議な人がいましたね。すんごい整備されててね、原っぱすごいです。あ、そうそう、ホテル日光有村の紹介もしないといけないですね。
あのね、茶色いレンガのね、建物がアリビラです。綺麗なホテルでね、僕も動画で何度もね、取り上げていて、関連動画とかにね、URL を貼っておくので、興味ある方はね、そちらも一緒にご覧ください。というか、青い海だな、本当に。最高ですね、マジ。沖縄本島もまだまだ綺麗ですね。というか、軽石がね、そこまで被害がないのがね、本当に良かったと思います。ねえ、北部、やんばるとか、ちょっとね、詳しい場所忘れちゃったんですが、すんごいね、被害に遭っているね、海岸とかね、漁港は、本当かわいそうですよね。早くいい解決策とかね、撤去作業が進むといいです。で、こっちからだったかな?もうちょいだったかな?こっからか。よし。これって何だったっけ?NHK の連続ドラマテンペストだっけ?仲間ゆきえさんが出演する。その時にね、復元されたね、ミーグスク。がある場所。久々にね、こちら来たくてね、二来ビーチも行かず、リンドーバル、貝塚にも行かず、来た感じです。はい、こちらですね。ね、青空じゃないのがね、ほんと残念なんですが、まあそれでもね、あたりは、ほんとに自然いっぱいで、読谷もほんといいところです。沖縄旅行どこ行こうかなって考えてる人がいたらぜひね読谷にもね足を運んでみてください。青い海綺麗よね本当に。ちょっとあっちの先っぽまで行ってみようか、行ける感じなんで。そしてね、ここなんか洞窟みたいになってるね。いつか干潮時とかに挑戦したいね。洞窟とかね見ちゃうとついついね僕は入りたくなっちゃうんですよ。穴があったら入りたいっていうね、ちょっと意味は変わってきちゃいますが、そんな衝動に駆られちゃいますね。おっと、もね、滑る。これね、全部ね、アダンなんでね、トゲトゲで気をつけて歩かないとね、チクチク怪我しちゃうんでね。それとまた海辺によく生えているこれ、アザミっていうんでしたっけ。これもね、トゲトゲのね葉っぱなんで危険なんですよ。だからどうやら食べられるらしいですよね、まあ、もちろんトゲトゲ部分をねうまくカットして入れないとアクがひどいと思うんですが、あ、ここからのポイントいいですね。サムネイルにしちゃってもいいね。これ絶景です。ここはねよく釣り人が釣りしてるポイントなんでね、僕はもう本当に10年前ぐらいに釣りは引っ越しをした際に釣り道具一式を全部ね処分しちゃったんで、釣りのことはもう最近詳しくないんで分かんないんですが、よく釣り人が竿を出してね釣りやってたりするポイントです。なのでおそらく釣れるんじゃないかなと思っています。こっちから行くの危険だな、ちょっと間違えた。わ、やっぱ綺麗だわ、最高。ね、ほんと最高だね。沖縄って綺麗ですよね。うちなんちの僕が言うのもあれですが、なんかあちらにね洞窟らしきものがあるな。あ、おっと、危ねえ。ここ無垣なのにこの辺のねとんがりの岩に。めっちゃ着しちゃいましたよ。ずっこけるとこでしたよ。こんなところで転んで海に落ちたらもうカメラは台無しになるどころではなく大怪我ですよ。なんかね、あっちいつか行ってみたいですね。あのくぼみ、まあ、そんな洞窟ではないと思うんですが、わ、ほんと絶景です、ね、絶景が広がる読谷の海です。ね、青い海ほんと綺麗ね。あいにくの曇り空でね、太陽が出てると青空のねおかげでもうちょっと
鮮やかな海がね見れると思うのですが、まあ、この時期冬にしては寒そうな海ではまだないので、沖縄の魅力がね十分にお届けできたんじゃないかなって思っています。ここが一番高い部分かな。じゃあここサンゴ畑がある場所ですよね。今ってサンゴ畑運営してるんだっけか、ちょっとね詳しくは分からないんですが、ミーグスク復元されたねミーグスクがねあったり、広大な海は広いな東シナ海、青い海がねずっとつながってて、ウィンドーバルク貝塚ではねどうやら何やら撮影してるね人がいたり、アリビラもね綺麗だし最高な場所読谷です。というわけで、まあ、今回ねニライビーチとかねリンドーバルカイ塚は素通りしちゃったんですが、まあ、読谷のこの辺付近のね軽石もねまあ流れ着いていたもののそこまでひどい状態じゃなくてね、こうやってね沖を見る限りでも軽石がね浮いてるのがね見受けられないので、今の風だと、まあ、しばらくはねまだ綺麗な読谷のね海が見れると思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。じゃあまたね、バイバイ。